東大島神社は、東京都江東区大島七丁目に鎮座する神社である。天寺郷大臣、牛島大臣、稲荷大臣を祀る。東京大空襲により消失した五つの神社が、戦後に合併して設立された。江戸時代中期に同じ川水運をもとに、村々が栄え、その鎮守様として五つの神社が建てられた。町の発展とともに、神社も賑わいを増し、 お祭り、行事なども盛大に行われていた。1945年3月10日、東京大空襲により、東大島地区にあった、永平神社、小安神社、尾名神社、北本庄牛島神社、南本庄牛島神社が消失した。戦後の混乱か、御社をおの再建するのは、困難ゆえ、牛島神社と猿江神社の宮司協力のもと御社の相談及び、 有志が合併を決議し、1949年11月15日に東大島神社が創立され、現在地を取得、1952年に社殿を造営して、現在に至る。上記五社から引き継いだ、力石、高新島、石塔などを境内に放載している。境内は緑が多く、季節感が豊かである。ご祈祷には予約が必要である。 出港も受け付けている。令和に入り、大国社を造営した。二体の大国様を安置している。御神徳として、金運昇福財運復徳、出世海運、両縁復縁などがある。東京都江東区大島七丁目24の一、新大橋通りから一本、北に入っている、都営新宿線東大島駅大島口から徒歩7分。 都営バス大島7丁目バス停から徒歩2分。境内に駐車できる。ありがとうございます。